はい、こんにちは。夜の方は、こんばんは。今回は久しぶりのヤリスの動画になりますと。今回準備したのは、クラッチを切るタイミングタイプ、シートカバー。こちらになります。こういう感じのやつね。まさかのアームレストもついてきました。ということで、早速つけてみたいと思います。はい、ざっと箱の中から出してみました。こんな感じですね。めちゃめちゃいい感じです。はい、まず取り付けにあたって注意点ですが、この純正シートのこれをめくるためにこういう紐がついてますので、これが裏に引っかかってるので外します。これが、このロープがですね、ロープっていうかゴム紐ですけども、引っかかってるのが、あの白いクリップが2箇所あるので、見ればわかると思います。説明書にもついてます。で、シートカバー引っ張ってきたところですね。ここのエアバッグの配線に気をつけてください。それ用の切り込みがありますのでわかると思います。はい、簡単に包んだ状態になります。で、こちらマジックテープになってるんですけども、まあこれを剥がしてこう押し込むだけで、これがついてる方が外側になります。で、これをプラスチックの内側に入れて固定っていう感じです。あとはこちらのロープ4本出ているので、下に行って止めますと。はい、今途中経過です。とこんな感じなんですけども、多分全工程で一番難しいのがアームレスト装着者で、アームレストにかぶせる、ここの部分を引っ張るのが、まあ、おっかなかったですね。まあ、でも、すんなりつきましたと。で、ここですね、ここのカット、シートカバーギケージカッター入れなきゃならないんですが、型紙がないので、慎重にやってください。あと、ここ、チャック、閉めて引っ張った状態で、こちらを合わせて、型を取った方がいいです。これを開いた状態だと、型紙を取っちゃうと、こう引っ張った時にね、ずれるので、ほんと、慎重に行ってください。はい、ということで取り付け完成いたしました。というシートカバーを見ていきましょう。外から見ればこんな感じ、逆光でちょっと見えないかな。はい、じゃあ後部座席からクラッチ用のロゴが入っていいっすね。こんな感じです。いいっすね。もうフィッティング最高ですよ。はい、じゃあ前の方、はい、とこんな感じですね。指示掛けもちゃんとあります。いい感じです。今取り付けたばっかりでまだ馴染んでないですけど、まあ、こういうものね、シワというのはもう使ってればすぐなくなっていくんで、はい、こんな感じです。じゃあバックドア、はい、裏もこんな感じで、当然、はい、倒すことも可能です。それとやはりシートバックポケットがつくのがもう最高にいいですね。シートカバー取り付ければ大抵ついてくるので、アームレストもほらちゃんと取り付けていきます。こんな感じですね。はい、シートカバー、今回ブラウンのシートカバー選んでみたんですけども、結構マッチしてると思います。個人的には大満足です。
ということで今回はシートカバー取り付けてみましたという動画になりました。ご視聴ありがとうございました。